どうもおぼけ三四郎です。どうもツッコミ三四郎です。というわけで今日は商品紹介、何を紹介するんですか。今日はこちら。逆になってるよ。あーこっちか。いや上下逆じゃなくてね、前後ろ逆ってこと。紹介するのはこちら。じゃん、それも逆。隠しててあげなきゃ。さあこちらです。女ぎわさビーフ。男ぎ男ぎ何、男ぎはツーンとくるけども、女ぎはツンデレツンデレみたいな。なんで冷めちゃってんだよ。俺が面白おかしくしようと思ってた、なんで冷めちゃってんだよ。こちらよく見てください。なんと文字が書いてます。文字の話かよお前、その特徴を読んじゃねえの。では開けてきます。いや特徴の話気になるのに何がすごいの。では開けます。新しい開け方になっちゃったよこれ。22世紀の開け方だねこれ。ではちゃんと開けていきましょう。いきます。開け口ちっちゃいんかーい。では食べていきましょう。取り出しに行くとじゃねえかバカ野郎。穴がちっちゃすぎて指が抜けなくなっちゃいました。生活大変になっちゃうよお前。もう鼻くそもほじれなくなっちゃうよお前。どうすんの。いや右手ありますよ。何急に冷めちゃってんだよお前は。なんか陽気なバカな感じでいろよ。さあこっちから開けれないのでちゃんと開けていきましょう。またこっちもちっちゃ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 い。それでは食べていきましょう。なんかパスタみたいに出てきたよ。じゃあちゃんとしたの取りましょう。ぽちゃん。なんでぽちゃんってお前、流行んねえよ。気持ち悪いな。ではいただきます。うまい。食べろよ。あまずそうだなおい。わさビーフさんに謝れよおい。わさビーフさん変なことを言ってしまいおめでとうございます。もう生きるなよお前、酸素もったいねえから。とりあえず美味しいんで皆さんよかったら買ってみてください。さよなら。てか痙攣してるだけ。バイバイしてたんじゃねえのかよ。